はい、皆さんどうもこんにちは、あやおです。ということで、本日もね、モンスターハンター G の実況、やっていこうかなと思います。今回はですね、ちょっとまずは、装備のね、ちょっと変更からしていこうかなと思います。これもういらない装備はもう全部売っちゃおうと。このね、弓以外はもう全部ね、ちょっと売っちゃおうかなと思って。片手剣いらない、体験500円ありがとう、太刀500円ありがとう、ランス650円ありがとう、ガンランスかなこれは、650円さようなら、双剣520円さようなら、ハンマー4、まあ、400円しか売れねえのか、お前。585円、白べありがとう、ボーガン450円、サンキュー、ヘビーボーガン700円。はい、いらないと、オッケー。これで、とりあえず、装備品を全部売りまして、弓以外ね。ここで、ちょっとね、防具を調達しようかなと思います。ま、このね、びっくりしたんだけど、バトルキャップ、通常弾連射強化。待って、これ、通常弾強化とこれ、連射強化と、あれすんのかな？ちょっと調べてみよう。あ、一応ね、弓にも効果があるみたいなので、ま、このね、通常弾連射強化しっかりと、発動させていきたいなと思いますんで、で、一応、ちょっとスキルの方を見ていこうか。こんな感じです。探知、通常弾、連射強化、アップと。もうこれさ、防御面にね、やっぱ全振りするべきなのかなーっていうふうにちょっと迷ったんですけど、もう待って、序盤だからね、ドスギアノスしか倒してないからね、このスキルが備えられるってぶっ壊れかなってちょっと思っちゃった。わかんない。ちょっともしかしたら、この時代のね、弱いかもしれないけど、まあいいや。はい。で、武器ですね。武器も生産していきますよ。これ足りねえか。30ゼニー足りない。ちょっと売ってこよう。切れ味。これいらない。刺身魚もいらない。そのくらいかな、とりあえず。来ました。ニクスファーボ。これダブルクロスやってた時、俺めちゃくちゃ使ってたよ。これ。めちゃくちゃ使ってた。このね、性能が、まず攻撃力はハンター棒と変わんないんですけど、氷属性60ついてます。麻痺瓶も撃てる。攻撃瓶。雪撃瓶は撃てないけど、ペイント瓶も撃てると。ため攻撃は連射レベル2ということで、連射や強化がしっかりと反映される弓ですので、これもしっかりと装備していきますと。オーケー。いや、待て、強くね？ちょっとこれ強くね？序盤にしてはこのスタートラッシュありですかってぐらいね。ちょっとびっくりしちゃってんだけど。さあ、いよいよい。俺に仕事をさせてくれ。星にクエストですね。まあちょっといろんなモンスターがね、解放されてるんだけど、まあ、まずはちょっとこいつ行くか。ね。大会長行きますか。お！ここは、あ、密林のムービーか。雨降ってるね。サンブレイクぶりの密林。未来から来たハンターです。ほらね。いいね。モンハン G ぶりだな。まあ、今回は前回と違って俺弓で行くからね。よーし、行くぜ。まあ、毒瓶は、最初ちょっと毒させよっか。ね。せめてもの。来た、来た、やばいやばい。ちゃんと避けよう。さあ、今作でもちゃんと先制してるんかな？いや、あ、危ねえ。まあ、弓のね、弓使いがお前。ヤンクックもすぐだよ。オッケー。まあ、この時代の弓の使い方もなんとなく、こう、あー、頭当たんないか。頭にね、当てたいんですよね。いやー、ちょっと頭当てなきゃ。イエース。まあ、ちょうどヤンクック氷属性弱点だわ。嬉しい嬉しい。よかったよかった。よし、そしたら瓶外しといて、あれ？瓶どうやって外すんだっけ？あ、こうかこうか。いや、もう、瓶がないのはちょっと、あれだろう。氷のエフェクトこれ好き。俺好きだよ。この氷のエフェクト。あ、危ない危ない危ない。防御力。一応俺ガンナー装備だからね、これ。防御力あんまり。この BGM 俺好き。まあ、弓だったら多分速攻だね。よし。イエス！ほら、気持ちいい。
ちゃんと貯めて、おら、オッケー。でもまだ怒んないね。危ない危ない危ない。よしよしよし。どうどうどう。立ち回り悪くないべ。当たんないのかい。さあ、音爆弾撃っとく。いや、怒るとさらにめんどくせえからな。今のうちにダメージ与えておこう。おらおらおら、痛いか。よーし、今頭当たったべ。ほら、おら、うまいうまいうまい。あれ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 、あ、きちょくたれたれた。あれ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 、そのお前、耳どうしたお前。ちょっと待って。おら、捕獲してもいいけどな。ちょっと、ちょっとね。じゃ、このくらいか、クリティカル距離。オッケー。あ、弱えや、もう。もう、弱え。何分俺と3分でクリアしたよ、これ。ちょ、弓強すぎないこれ、やっぱ。それとも俺がうまい、もしかして。こんな顔で。俺がうまい、弓使いのね、私にしたらもう女も朝飯どころか、もう寝ててもできるわ。うん。寝ててもクリアできます。次行ってみよう。よし。ここにいるのは分かってるぜ。さあ、ちょっと猛進。走るだけしか脳がない。クソイノシシ。の、ボスだな。速攻で潰してやるぜ。あれ、こいつの氷属性弱点だ、じゃなかったっけ。あ、痛い。あ、待って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 。ちょ、待って待って待って。ごめんごめんごめん。ごめん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 。怒ってる、もしかしてお前。お前怒ってんのか。お前泣いてんのか、お前。よしよしよし。くるよくるよ、おごご。ほら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 。でも早くまひれって、お前まひれよ。よーし、いい子だ。さ、そのままお前の命の光、俺が消してやるよ。命の灯火消してあげます。あ、強力ギビンのこう思いっきりこの氷塊ね、こうただのこの氷属性、氷塊で思いっきり頭立ち割るみたいなイメージ。おらおらおら、こいつ多分全身弱点だから、バカみたいに、そうバカみたいに全身弱点だから危ないよ。オッケーオッケーオッケー、お前の動きはもう分かってんだぜ。オッケー、はいはいはい、弱すぎる。あー、弱すぎる。お前ヤンクック、ヤンクックよりもちょっと時間かかったけど、もうちょっと頑張れよセカンド G のモンスター。お前次行ってみよう。よし、ここにいたか。変わんねえな、全然。サンブレイクにもお前出てこいよ。もうこれ、支給品だからね。使えって言ってるようなもんだから、これ。頭にこれ。はい、終わりと。弱すぎるよ。いや、まあまあまあ。星に行ってこんなもんでしょ。いやー、この海の景色いいねー。これダブルクロスの俺、ココスめちゃくちゃ好きだったんだよね。次行ってみよう。あ、いた！お前ムービーねえのかよ。いた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 。ちょ。お前ムー、ま、どすげねボスぐらいムービー、用意して開けなー。だって、モンスターハンター G の時もあれだよ。ムービーなかったよ、こいつ。ねえ、どんだけお前不遇なんだよ。かわいそうだな。早く、あの世に行かせてやるよ。楽にしてやるぜ。ちょ、ああ、やばい。ああ、俺が楽になっちゃった。あ、待って、攻撃、あ、痛い、ちょっと待って、普通に痛い。待って。怖い。痛い。マジ痛い。引っかかってね。邪魔。よし。ここに引っかかったら最後お前はもう終わりで。てか、捕獲できるんじゃね？そろそろ。オッケー。やってみるか、捕獲。セカンド G 初の捕獲はお前だ。もう、邪魔すんなって、マジでもう。お前、ゲネポス巻きる時間少ないんだからさ、これ失敗したらぶっ殺す。
1分かい。捕獲しても1分かい。20秒じゃないんかい。あ、今ね、下にね、豆知識ね、出てると思うんで、皆さんも明日から使ってください。え、セカンド G の捕獲は1分なの？知らなかったの？まあ、もう一回やってきな。セカンド G やった方がいいよっつって、過去作マウントしてください、皆さんもね。うん、まあ、このチャンネルの動画を見ることでできたこと。次行ってみよう。ショートカット使えるのかな、井戸の中。ドゥッドゥッドゥッ。あ、ショートカットまた健在か。いいね、いいね。ここにね、あれがいるんだよね。ガノトトスが。やっぱりここにいるじゃん。さあ、モンスターハンター G でもね、こいつは結構。ね。え、か、え、え、え ?G と一緒じゃん。お、G と一緒じゃん、これ。モンハン G と変わんないね。死んじゃう、死んじゃう。危ない。あ、死んじゃう、死んじゃう。うそー、お前さあ。そんなはめてくんの。ダメだって、もう。腹立つわ。よかった。終わったー。もうやっと終わった。許してください。あ、まだ、まだ、まだ。お前ら、本当に。葉っぱ食ってるよ、マジで。邪魔すんじゃねえよ。やばいやばい、来てる来てる。来てるよ。忍び寄る気配だわ、まさに。次行ってみよう。来たよ。こいつは、懐かしいですね。脱粉獣。ババコンガだね、こいつ。おぉ、懐かしい。いや、こいつも氷属性弱点だよね、確か。あ、火属性だっけ。まあ、とりあえず氷属性。属性ついてるだけマシやろ。いやー、こいつはちょっと、待って、こいつ移動するとき飛ぶから、ペイントボールしっかりとつけてる。あ、振動もしてくるよ、こいつマジで。よし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 。ペイントボールしっかりとつけておいてと。あ、ばばばばば。な、あ、やばいやばい。ザコンガもいる。あ、はい。はい、はい、出た出た、これこれ好き。頭が弱点だよね。頭と尻尾だっけ。はい、はい、はい、はい。まマジで邪魔すんの、お前。コンガ、やっぱちょっと視界が悪いっすね、密林のここは。よいしょ。はい、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 はい。いや、マジで弓でよかった、ほんと。邪魔すんな、マジで。先にやっとく？ココンガ。これ、腹が膨らませてるときは、攻撃弾くからね、剣士の場合は。怖い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 。ちょ。ちょっとお前、本当に。お前、邪魔だよ？ココンガくん。お前、先に殺すわ。ちょっと待って、ランゴスだ、お前、本当にやめて。今麻痺ったらマジで俺もお前のこと本当絶対許さないよ。裏切るな、俺のこと。怖っ怖っ。はい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 。よし、頭こっち向いてる、頭こっち向いてる。気持ちだ。よし、オッケー。気持ちいいよ、この頭に当てるのは。お前、今のうちこのココンがぶっ殺しといて。死んだ死んだ、死んじゃった。よし、はい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 。よーし。もう邪魔なんだけど、このランゴス。うーわ、いった。やばいやばいやばい、痛すぎ痛すぎ。これ引っかきしてくるんじゃない。あ、怖い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 。よし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 。いや、マジで痛えわ。あ、でもココンがいなくなってちょっとはやりやすくなったかな。よしよし、しっかりこう見極めてね。うん、たま
に攻撃気味当てられないの、もう下手くそか俺マジで。必殺のこれやりますか。もうなんで当たんないの本当に。オッケーオッケー、はいはいはい、まあ、眠り睡眠ビーもしっかりと頭に当てることで弱点一応ね攻撃はできてるからダメージは当たるからね。エリア移動する今こいつ空飛ぶでしょ。やっぱりほら、なんでこいつ空飛ぶんだろう。もうラージャーも空飛ぶから。でもこの移動方法俺好きだわ空飛ぶ空飛ぶ移動方法。よーし寝やがったぜ。そしてこいつはしっかりと、ウォータル爆弾使えないの、雨降ってるから。どうせこれもそう、もうそうだ、そういうのがあった、そういえば忘れてた、ごめんなさい。雨が降ってたらそうだ、オータル爆弾使えないんだわ、忘れてたマジで。あ、バカ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 、あ危ない危ない、はい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 、バカと俺の方に頭向けてるバカと、はい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 、狙うよ、よし当たった分か当たった。これ三つりも生い茂っててさ、ちょっと視界悪いよね。あでもあれだな、初代のジャングルよりかはマシだ。あ初代のジャングルは本当に何も見えないから。怒った怒った、よし怒ってるということはダメージを与えられてるということ。でも10分かかってるわ意外と。何を探してんだお前。あやばい、ペイントボールがなっちゃった。ちょっと待って、言い倒しないで。あ、でも2番だろ。無機的に。待って。ここにいるじゃん。どこ？あ、ほら。2番ね、OK。こういうね、ギミックもちゃんと使う。いや。よーし。こいつなんか弱ったらなんか、あったっけ？よし、方向は大丈夫。弱ってない。マジ、全然弱ってない。氷、あんま効かない、もしかして。これ、どこ行くの ?5 番か、あ、1番か。オッケーオッケー。危ない。方向できれば受けたくないよ。携帯食堂飲んどいて。あ、ブルーファンゴ復活してます。また。またお前。あ、待って、食料、食べるシーンちょっとし、撮っておきたい。カメラ。オッケー、ほら。これ、今、キノコをね、食べてます。で、今ね、なんか、青キノコだったから、多分、眠りだけなんだよね、多分だけど。眠りだけは、睡眠ブレスになります。はい。で、赤いキノコだったら、炎ブレス。だったような気がする。もう、ちゃんとお前も、カメラで、あ、もう、やばい。終わっちゃう。スタミナも、ね、これブルファンコにこう当たったら終わっちゃうからね、これ。マジでやばそうか。やばい。怖い。まだババコンが強いよ、普通に。先生より先生してる。怒るとこの頭のトサカがね、開くかな。トサカというか、なんかこう、髪の毛みたいな。もう、その、うんこやめて。まあ、でも俺はちゃんと消臭玉で、回復してと。ちゃんと捉えながら、マジでやばい、俺。あ、回復薬終わっちゃった、俺は。これ、あと一発攻撃当たったら終わるね。死んじゃうわ。で、しかも回復薬もないから、最悪薬草をね、拾いに行くしかない。ん？エイライド。やばい、待って、マジ強いよ。俺今エリア1にいるしょ、ちょっとそうだな、寝よう。一回寝ましょう。こうびしょびしょのベッドでね。寝ます。はい。弱ってる。よかった。ちょっとお前、どこ行くの？寝る？よし、寝た。よかった。寝
てくれた。で、ここでは大樽爆弾が効きます。まあ、最悪こいつを待て。かわいいな、お前。腹かきながらさ、おっさんみたいだな、ほんと。俺も多分あと20年後ぐらいにはこんな寝方するんだろうな。さあ、そのまま天国に行くがいい。行けー、行けよ、お前、天国に。ちょっと捕獲じゃなくて討伐したいね、やっぱ初見は。やっぱ討伐したいっすね。あ、こいつ尻尾の弱点でかくね、うんこ。ババコンガよりもでかくね、お前。お前と同じサイズのうんこがお前の中に入っ、体の中にあるのか、それとも、ケツで生成してるのか、どっちか。いやー、時間かかったよー、これ。時間かかったよー。20分かかってる。いやー。ま、でも手応え。あったねー。逃亡獣の毛。逃亡獣の毛。これ、桃毛獣じゃないからね。逃亡獣で読みますからね。さあ、ということで、いかがでしたでしょうか。まあね、星にクエストのモンスターをね、ちょっと一通りね、ぶっ潰していきました。まあ、ドスガレオスと、やっぱ逃亡獣ババコンガ。こいつらがやっぱ一番難しかった。うん。いやー、ババコンガはねー、まあ結構、結構強かったね。まあ、ちょっとね。まあ、こんな感じでしっかりと攻略していこうかなと思ってますので、また次回の動画でお会いしましょう。あやおでした。またね。バイバイ。